い、皆さんこんにちは、 HRF です。今日のビデオは福島県二本松市にある二本松塩沢スキー場のご紹介です。このスキー場へのアクセスルートになる東北サファリパークにより運営されています。スキー場は新たなスキー場の北隣にあるリフト2号の地元密着型。しかしレンタルや食堂もしっかりとあり、なかなか侮れません。山麓側にかかるのは63年に仮設された超骨董品の第一ペアリフトです。第一ペアリフトからはリフトの両側に広がる初級と初中級のコースにアクセスできます。その奥には上級コースに出る第二ペアリフトがあります。このリフトは1月の中旬からは土日限定の運行となっています。また21、22年シーズンの営業は土日限定となっています。次はスキーベースです。スキーベースの食堂はメニューが豊富で充実しています。屋外には軽食の販売コーナーもあります。もちろんレンタルもありますよ。大人の4時間券です。手書きのとっても味のあるリフト券となっています。本日も最後までご視聴ありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。